平均年齢が最も、低年齢化して超低年齢時代、この黄金世代っていうのがいかに特筆すべき、まあ、学年であり世代なのか、仕事として夢がある。井上徹、五流大学。わー、はい、今回はですね、講習スタイルということで、まあ、ゴルフがどうやって上手くなるのかなっていうところもあるんですけれども、まあ、僕はですね、ジュニアの育成もかなり長くやっていて、まあ、黄金世代がですね、まあ、どういう背景で強くなってきたのかということをですね、まあ、皆さんにご紹介というかですね、僕の知っている事実をですね、お伝えしたいなというふうに思います。まずですね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、最近の女子ツアー JLPGA ツアーのシード選手、どんどん若くなってきましたよね。特に黄金世代が入ってきて、ぐっとこう年齢が若くなりましたけれども、1990年、この当時平均年齢 32.3 歳でしたね。20代だったら若手、30代で中堅、まあ、こんな年でしたね。ただですね、最近2017年、27歳だったのが、まあ、去年ですね、黄金世代、まあ、大活躍しましたね。平均年齢が最も、低年齢化して 26.4 歳という、まあ、超低年齢時代、ね、私の指導している成田美鈴選手も、この平均年齢を上回ると、私も上回ってしまいましたっていうね、リアクションを語ってましたね。はい。代表的な黄金選手ということでですね、皆さんご存知のように畑岡奈紗選手、 LPGA ツアー3勝、ね、JLPGA ツアーもメジャーも含めて5勝と、渋野日向子選手、去年メジャー勝ちましたね。 LPGA ツアー1勝と、 JLPGA ツアー4勝と、それ以外にも勝みなみ選手、川本優選手、荒垣ひな選手、原恵梨香選手、大里桃子選手、浅井咲希選手、小岩井さくら選手、もうこんなにね、低年齢で勝つというか、この年齢で勝つっていうのは本当にすごい時代になってきたなと。まあ、それ以外にですね、今ここに挙げているのがですね、まあ、プロテスト合格、厳密に言うと畑岡奈紗選手特例なので、プロテスト合格してないですけれども、LPGA 会員22名ということになりました。うち9名がツアー優勝。まあ、どの世代を見てもというかですね、まあ多分この上の代で、かなりの人数がツアーで活躍しているっていうとですね、成田美鈴プロの世代ということになると思いますけれども、まあここまで大活躍はしてないということで、まあこの黄金世代っていうのがいかに特筆すべき、まあ学年であり世代なのかということが、まあ見ていただけてもわかると思います。まあ、誕生日はいつなのか、でゴルフを始めた年齢はいつなのかね、一覧にしてみました。まあ、誕生日は多分ファンの皆さんもご存知だと思うんで、まあ、省きます。ゴルフを始めた年齢、こう見ていただくと、一番ゴルフを遅く始めたのが、まあ、11歳の畑岡奈紗選手だというのが分かります。ということは、逆に言うと12歳以上で今 JLPGA の会員になっている人は一人もいないということが言えます。かなり低年齢で始めてますということがまず分かりますよね。ですからここは、まあ、ジュニアゴルファーをお持ちの、まあ、お母様ね、お父様、保護者の皆様、じゃあ12歳よりも上だったらうちの子活躍できないのかと、ね、そんなことはないというふうに言っておきましょう。もしかしたらですね、この後そういう子たちがプロテスト合格して大活躍するかもしれません。今の段階、この年齢において活躍するためには、この、こういった低年齢で始めていることが、まあ、大事な要素なんだってことはわかると思います。切り口を少し変えてみてですね、アマチュア時代に、プロトーナメントに優勝した選手たちの、まあ、ゴルフ歴と、要は年齢と、まあ、早く上手くなるっていうのが、どれだけ関係するのかっていうことをちょっと見るためにですね、宮里藍選手、ゴルフ始めた際、4歳、優勝した年齢、18歳。まあ、ゴルフ歴、まあ、このゴルフを始めた年齢っていうのもですね、実際にはもう分かりません。まあ、多分本人も4歳とか3歳とかっていうのは覚えてないと思うんですよ。まあ、写真がありましたとかね、そういうレベルでです。ですから、まあ、ちゃんと練習したっていうのは、多分5歳ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。本人が意識的に覚えてるっていう意味でですよ。
まあ、だからでもですね、こう、そういった意味でゴルフ歴に関して言うと、畑岡奈紗選手の7年という特筆すべき短さがあるものの、それ以外のプレイヤーに関しては、軒並み10年以上のキャリアがあると。まあ、かなり時間はかかってる。始めた年齢に対して、優勝するまでの時間っていうのは、それなりの時間がかかってるんだってことがわかると思います。まあ、ジュニアゴルファーの、まあ、人口推移ですよね。だ当然、人口が多ければ上手い子が多い。まあ、そんなことも当然考えられるわけで、ジュニアゴルファーがどういうふうに増えてきたかっていうのを少しデータ化してきました。これは、まあ、JGA の、出してくれてるデータなんですけれども、この宮里藍選手が2003年でアマチュア優勝して、石川遼選手が2007年にアマチュア優勝して、ものすごくジュニアゴルフ界には大ブームが沸き起こったわけですね。要はうちの子供なれるかもしれないっていうね。まあ、ちょうどですね、黄金世代がゴルフを始めた年齢っていうのは、この宮里藍選手が優勝してから石川遼選手が優勝するあたりまでのこのエリアで始めてるんですよ。ですからここでグググググググッとジュニア人口が上がってくるときに、まあ、うちの子もなれるかもしれないという思いを持ってですね、保護者の人も一生懸命やってくれて、今のこの黄金世代の活躍につながってるっていうのが、これを見ても分かっていただけると思います。それを男女分けてですね、考えてみたいと思います。まあ、こっち男子、こっち女子ということなんですけれども、女子ゴルファーの数もグググググググッとこうやって増えてきたっていうのが分かっていただけると思います。これをまあですね、年齢別というちょっと見方で見てみると、よりですね、この6歳から12歳の青が突出して増えてるの分かりますよね。ということは、この2人が勝ったことによって最も影響を受けた世代は、まあ、低年齢の選手ね、小さい頃から始めるっていうのが、こう一つのトレンドになっているっていうのが分かります。これをですね、ちょっと円グラフで見ていきたいと思います。これは男女比なので、1996年、男子約 80% 男子だったんです。ゴルフって言えば男の子っていうのがこの1996年代、それが2006年になった時には 25%、 少しだけ女子増えたよね。そして2016年にはなんと全体の4割は女子という時代が来ました。ちなみに私のジュニアスクールは今もう、まあ、1対9とは言わないですけれども、まあそうですね、 80% は女子が多いですかね。まあ、僕も今女子のコーチという立場もありますので、うちの子ね、プロにしたいとか上達させたいっていう場合、まあ、女子の女の子のね、保護者の皆さんが連れてきていただくことが多いですかね。はい、まあ、これをですね、1996年と2016年で比べてみると分かりますよね。随分女子の比率が増えたと。まあ、もちろんこれ母数そのものはすごく増えた。で、特に1996年、1141人だったものが2016年には4209人、ということで約4倍の人数になっていることが分かると思います。まあ、これがですね、やはりこのボリューム、急激なボリュームアップっていうのが、この女子のレベルアップっていうものにも関係したということが分かっていただけると思います。また今昨今ですね、男子ツアーと女子ツアーの試合数の推移ということで、まあ、女子が非常に人気が出て、まあ、男子が少し苦労しているというのがこのデータでも分かると思います。女子はどんどん増えてきた、ね、賞金額も増えてきたのに対して、男子は試合数も少し減ってきてしまっていると。これはだから賞金ベースと、まあ、試合数のデータでより分かりやすくやるとですね、1996年 JGT を36試合やったのが2016年には26試合になってしまったと。そして、女子に関しては試合数に関しては1996年から2006年は2試合増ということなんですけれども、賞金総額ということに関してはものすごいですね、20億から35億もボーンと跳ね上がったということが分かると思います。まあ、このあたりもですね、うちの娘プロゴルファーにしてみたいんですっていうね、そういうのが分かりますよね。やっぱりこう夢があるね、仕事として夢があるということです。1996年、こうね、年齢別で見ていただければ分かりますかね。これ、今これ16歳、17歳、18歳。この高校生ですっていう方がですね、まあ、約 70% 以上、75% ぐらいですかね、いるというのが分かると思います。要は、
あんまり低年齢から始める子たち少ないんですよっていうのがこの時代ですね。そこから2006年になるとちょっとこう円グラフがどんどん変わってきますよね。どの世代にも、まあ、均等にパーセンテージが、まあ、もちろん低年齢の方が少ないんですけれども、徐々に、低年齢で始めている人が多いのが分かる。そして2016年、ほとんど各世代同じになっちゃったということです。でもこれね、ちょっとこう恐ろしい円グラフで、中学とか高校からやってゴルフやる人いないのみたいな円グラフの見方もできて、やってる子は早くからずっとやってるっていうふうにも読み取れなくはないと。まあこのあたりもですね、ゴルフ界にとって大きな、まあ、課題ということになると思います。はい、これがですね JGA 登録の人数なんですけれども、1996年、各、まあ、年齢別ですね、年齢別の登録人数を示しています。1996年から2016年だとこんなに違うんだよということが分かってもらえると思います。はい、とりあえずですね、今回は、まあ、黄金世代活躍の背景の一端ということでですね、まあ、こんなに状況が変わってきたんだというのをご覧いただきました。またですね、この続きを話しますので、ぜひご覧ください。本日もご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。概要欄に Twitter、Instagram も貼り付けてあります。フォローもよろしくお願いします。コロナに負けるな。